奈良市にある春日大社の国宝殿では、新たな時代を築いた武士たちが奉納した刀剣や甲冑などを紹介する特別展が開かれています。春日大社の祭神には神話から武芸の神としての側面があり、鎌倉幕府や江戸幕府など武家の政権から信仰を集めていました。特別展では武士たちが奉納した宝物で、現在は国宝や重要文化財などに指定されているおよそ40点が展示されています。鎌倉時代の作で、高さがおよそ6m58cmもある太太鼓は、源頼朝が南都焼き討ちからの復興のため寄進したという伝承があり、春日若宮御祭りなどで使われてきました。また源義経が興福寺の果重棒に残したと伝わるコテは、揚羽蝶を巧妙にデザインした一品で、コテでは唯一国宝に指定されています。このほか、太平記で知られる楠木正成が奉納したとされる国宝の銅丸や、室町幕府の第三代将軍足利義満が奉納したと伝わる太刀なども展示されています。この特別展は期間中、展示品を一部入れ替え、12月13日まで開かれています。